いろんなメーカーがパーソナルコンピューター作るんですが、その時に当然のことは前回見てきましたように例えばベーシック言語みたいなのがいるわけですね、うん、そうでないとプログラム書けないから、うんうん、だからそういうものをその自分たちのパソコンにこう乗っけたいと思うんですね、はい、その時にね最初はねみんな自分で開発したんですよ、自分たちでベーシックっていうのを、うんうんうん、で開発して、それぞれがそれぞれの力で自分たちでベーシックを開発するんですが、うん、今見ていただきましたようにいち早く、うんうん、マイクロソフトのベーシックに切り替えるわけですね、うんうん、そこが日本の市場で勝っていく一番の最初のきっかけになるわけですね。技術的にはでも自社の方が開発したのが良かったのに、ね、でも世界的に標準になっていくのはマイクロソフト社のベーシックだと彼らは先読みをしたわけですね、うん、パーソナルコンピューターのビジネスでそういうことを気が付いたんじゃないんですね、残念ながら。パーソナルコンピューターでのビジネスでそれに気が付いたって言ったら大変こう偉そうに聞こえまして、大したもんだなと言われるんでしょうけども、そうじゃないんですよ。実際はですね、その前のこのマイコンのチップのビジネスのですね、まあある種のこう失敗に近いような経験でそれを体得したんですね。マイクロプロセッサーインテル8080。日本電機は1974年この複製品を作って販売することにした。その際技術者たちは回路の中に欠陥を発見し改良を加えた。当時営業の担当だった渡辺さんは自信満々で売りに回ったが全く売れなかった。理由はただ一つ、改良した結果普及しているインテルのマイクロプロセッサーと互換性がなくなってしまったのである。互換性を出すためにはですね、改悪しなきゃいけないんですよ、ま、なるほど。それで私は技術者に、いやね、改良してせっかく改良したのをね、誠に申し訳ないけどもね、これじゃなかなか買ってもらえないから改悪してくれと。それは技術者はブーブーやりましたよ、はあ、それで市場に出したんですね、はあ、そうしたら初めて市場に非常にすんなりと浸透していった。急速に売れ始めた。その通りですから、技術的にいいというものと売れるというものね、は違うと。なるほど。それからディファクトスタンダードがいかに強いものかと、これも十分分かっている。だから選択できたんでしょうね。その経験がなかったらですね、あの時マイクロソフトのものは使ってなかったと思います。なるほど、はい。でその後確かにも NEC ってね、はい、この市場日本でリードをしていきますけど、はい、それはこのことがそれも一つあります。それも一つですね。同時に同じことが今全般で見ていただきました、うん、ハードとソフトの関係ですね。アップルドとビジカルクの関係、うん、から IBM パソコンとロータス123の関係というふうに似たようなことが日本でもあったんですね。非常に安くて使いやすいワープロソフトができたおかげで、ええ、NEC のパソコンが売れていくっていう、そういうその側面もあるわけでありまして、うん、そういうワープロがどういう経過でできていったのかということですね。四国徳島市、ここにパソコン用の日本語ワープロ一太郎を開発するジャストシステム社がある。市場でのシェア 50% を誇っている。現在年商195億円、社員数900人、平均年齢が29歳、創業して17年になる。昭和50年代後半にパソコン用のワープロメーカーが数多く誕生したが、その中でも草分け的な存在である。創業以来会社の中心人物は3人。常務の福良智明さん33歳、歯医者になるはずがアルバイトをしていてそのまま入社した。専務の浮川初子さん、ソフト開発を担当。夫の和則さんは社長である。まあ大学の同級生だったんです。昭和44年に愛媛大学に入ったんですけど、で、まあそこでの出会いが、まあ大体こう会社を作る今から出た布石になったんでしょうけども、今の専務と知り合って。二人が出会ったのは愛媛大学の工学部時代、アマチュア無線クラブの仲間だった。卒業後プログラマーを目指す初子さんは東京へ、和則さんは姫路で電気会社に就職した。一度は離れ離れになったが卒業して2年で結婚した。その後脱サラして会社設立、ワープロの開発と販売、
今日に至るまで二人は苦楽を共にして人生を歩んできた。しかし当初、二人の結婚は初子さんの実家で強く反対された。祖母の橋本よし子さん、母の橋本陽子さん、共にお婿さんをもらって橋本家を継いできた。その四代目初子さんもまた家を継ぐことを期待されて育てられた。なんとかお婿さんにももらってと、家を継いでもらってというようなが、まあ僕だけじゃなくしてですね、祖母もそういうような考えも多分にあったと思いますしね。もう主人が負けてね、それじゃあよいのっていう話にまでなって、ここでなりかけた時におばあさんが奥から飛んで出てきて、この結婚には反対です、私はお嫁に出すと思って育てていませんと。で私も橋本になる気はないとか言ってんです。しかし勝則さんは結局初子さんの実家で暮らすことになる。結婚してから4年目の昭和54年、脱サラを決意した勝則さんはここにオフィスコンピューターの会社を創業することにした。オフコンとかいうのあって、徳島でもそういう商売してる人たちがあるから、あんたたち帰ってきてやらないのかというようなことを家内に言ったらしいんですよね。おばあさんが、おばあさんが、大阪で今流行ってたら 1,2 年したら徳島でも十分やっていきますよって、おばあちゃんが言ったもんですからね、それを信じて、でここへ据えて、もう朝から晩までピピコピピコ、僕らも夜中はそっちで寝てるんですけどね、枕元でピピピピやってますよね。元では貯金の400万円。部屋にはオフコンが1台だけ。技術者だった和則さんは納品書という言葉も知らない営業の素人だった。ご主人がそのこう売り込みに歩くと、そうするとその会社がこういう会社だと、そうするとその会社はですね、その会社にうちのこのコンピューターシステムを売るにはですね、あなたにとってどれくらいこのコンピューターが役に立ちますよと、そのためには、あなたの会社ではこういう目的でお使いいただいたらすごく成果が上がりますよと、そういう目的のためにはこういうふうにお使いになったらいかがですかと、でそれでそのためにこんなソフトを作ったらいかがでしょうと、それはうちがやって差し上げますけども、この機械買っていただけませんかと、こういう話になるわけですね。なるほど、はい、奥さんの方が、コンピューターのシステム詳しいわけですから、プログラマーですから、そしてはこういうふうに私が作って差し上げましょう、なるほど、ですから社長さんの方が売り込むと、はい、私がこういろいろ提案してこういうふうにするとその会社にとって非常にコンピューターのシステムをこう導入するのいいんじゃないでしょうかという提案書を持っていって話を、まあ、そこまで行くのも大変ですけども、まあ、やっとそこまで行ってもですね、じゃあそれどれぐらい の値段でどんなもんでと言われた時に、じゃあこれは1500万円ですと、であなたのところのところで 何人ぐらい社員がいらっしゃるんでと、私と彼と2人だけですと、ちょっと難しいですよね。2号機が売れないっていうんでね、苦労してました時にね、私が俳句の会に来ましてね、それで物思い寝つかれぬまま蚊帳の中、物思い寝つかれぬまま蚊帳の中、そういう歌を読んだんです。これどういう意味ですか？そう言われたんです、はい、まあ橋本さん言おうとしして何がね疲れなかったのって言うから、いや娘夫婦がねコンピューターの商売する言って帰ってきたけど2号機がなかなか売れないのよって、そう言ったらね、ほなお父さんに言うといてあげるって言ってね、ある建設会社の奥さんがね耳に留めといてくれたの。それで2号機売れなくってもうほこらでねふてくされて社長がゴロゴロしてた時に電話ちゃんとかかってきたんです。脱サラから半年、くじける寸前で2号機が売れた。2人は徳島市内に事務所を開き本格的に仕事を始めた。ビニールハウスの販売システム、酪農家の経営システム、中小企業の財務給料計算、和則さんは飛び込みの営業を続け契約を次々と取った。初子さんはそれに応じたシステムを休む間もなく作っていた。現在初子さんには500人の部下がいる。しかし創業当時は和則さんと2人。プログラムを考えるのは初子さんの仕事、それをオフィスコンピューターに打ち込むキーパンチは和則さんの仕事であった。初子さんのプログラムを打ち込みながら和則さんは一つの不満を持った。それは漢字を使うときコード表から漢字を一つ一つ探し出してキーパンチをしなければならないことだった。なぜキーボードから簡単に漢字を打ち込めないのか。この不満がその後の日本語ワープロの開発につながっていく。例
最初の頃の感情オフィスコンピューターは漢字をこうプリントアウトしたり画面出すには全部プログラムの中にですね、ここから漢字ですと、漢字のコードはですね、その実で 303C だとかですね、 4C なんとかとかですね、プログラムの中に書いておかないといけないんです。でそれは一回コンピューター走らせましたらプログラムですから、それを変更することも何もできないんです。今のワープのようで、あ、この漢字間違ってるかって直せないんですよ。でそういうことをキーパンチャーしながらですね、なんでこんな面倒くさいことばっかりやるんだろうと。例えば伝票に販売管理って字を、うん、出したいというだけのことなんですけども、うん、どうしたかというとですね、うん、一つ一つの日本の漢字にですね、うん、こう数字のコードがついてまして、はい、字の数だけコードがあるっていう、そういうことですね。でそのコードから探し出すという、探し出すということですね。ですから例えばですね、これ、販売管理とこうやるにはですね、半、うん、というのは 484E と、はい、倍は4764だと、間、うん、は3449だと、利、うん、は 4D7D だと、うん、販売管理と、この販売管理というのを、伝票に出したいためにはですね、うん、これをプログラムし、キーで打たなきゃいけないんですね。どういうことかというと、うん、日本語で表記しなさい、うん、次のコードをと、うん、だから、うん、販売管理を日本語で表記しなさいっていう命令文を書く。たったこれだけのために一行書くんですね。昭和58年、創業4年目にしてジャストシステムは徳島市内でも有数のシステム会社となっていた。日本語ワープロを実現する方法を模索しながら2人は日々の仕事に追われていた。その最中、一人の青年がアルバイトをしたいと言って会社を訪ねてきた。徳島大学史学部の学生だった福良智明さん、当時20歳。大学の友達がジャストシステムにアルバイトで契約されまして、それで行ってたんですけど、なんかいろいろプログラミングのこととか教えてくれるから面白いから遊びにおいでよって言われましてね。彼は歯学部の学生なもんですから、歯医者さんに、歯医者さんの方から歯医者さんになる人をね、コンピューター教えてもね、しょうがないから私は嫌だと言って本人来なくていいって言ってたんですよ。ところがこういう、覚えてますけどね、こういうちっちゃい机のね、隅っこで座ってるんです。彼には机がないですから。福良さんが、そうなんです、隅っこに座ってね、ちょこんと座ってね、いるんですよ。で本読んでるんですよ、もう一生懸命ね、アセムラの本を読んでね、やっぱ教えてほしいっていう、いうことで。それまでまあいろいろ熱中したことありましたけど、こう頭を使ってね、熱中することって全然なかったんですよね、僕のそれまでの中で。でまあ少し教えていくとですね、やっぱり賢いからすぐに覚えてくれるんで、でまあ子すごくよくできるから、じゃあ来させてね、何にもやらせないわけにいかないから、社長がずっと持ったワープロをね、じゃあ一緒に作ってみようかなと思ったんです。浮川夫妻と福良さん、偶然の出会いがきっかけとなり日本語ワープロの開発が始まった。初子さんは全くの素人だった福良さんと3ヶ月かけて試作品を完成させた。そして東京のビジネスショーに出展。そこに多数詰めかけた見学者の中にパソコンの大手メーカー日本電機の技術者がいた。彼らは新しく発売するパソコン用のワープロソフトを探していたのだ。やがて思いもかけぬ連絡が入った。7月の最後の日だったと思うんですけども、ジャストシステムのそのワープロに決まったという連絡がありましてですね、で納品は10月だと、3ヶ月しかないですね。ああで大変だったんですけども、もうとにかく決まったと、もうやるしかないと。ここが人生の勝負どころ。和則さんはそれまでに頭を下げ頼み込んで取ってきた仕事の数々を全て断った。試作品があるとはいえ商品として売れるものには程遠い。いくつもの開発作業を同時に進めていった。編集機能を担当した福良さん、漢字変換担当の初子さん、辞書担当の和則さん、皆徹夜の連続であった。私がいつ救急車が来てももう準備だけはしとかんと、これはひょっとしたらと思いますですね。彼らが20ちょうど20歳、もうとにかくでも無我夢中っていうのが、うん、実際のところで本当にね、時間あっという間なんですよ、一日が。はい、もう、まあ、1時間なんかもうあっという間ですよね、一日があっという間ですよね、本当感覚としては。もう熱中しますからね、夢中になってますから。
いやもうとにかく前もうずっと作ってましたね。もう物を作りばっかりやってたような気がする。あの辞書とかも作らないといけなかったし、あのカップラーメンたくさん食べました。これはおにぎりとカップラーメンですか。はい、たまたまその年だけなんですけども、私たちの当時のその会社の目の前で桟敷があってですね、4日間な、阿波踊りがですね、毎日毎日夜にぎやかに、それをもう窓のすぐ目の前でやってるのを見ながら徹夜の仕事をしてます。開発の開始から一月後の8月中旬、お盆を迎えた徳島の町には鐘や太鼓が鳴り響き、人々は次第に踊りに熱中していく。大人子供男女を問わず踊らにゃそんそん。その最中プログラムを書いてはテスト、間違いを直してはまたテスト、この作業が朝となく夜となく繰り返された。集中していた二人の耳には町の喧騒は全く聞こえなかったという。あの日本電機の期待を裏切ったらもう二度と仕事は来ない。オフコンの仕事も断った。もはや後はない。そして完成はまさしく締め切り当日のことだ。 JS ワード、ジャストシステムが商品化した最初のワープロである。走りましたの送り仮名、りましたの部分を正確に変換、全国の地名もきちんと変換できる。漢字変換の性能が高く使い勝手の良いワープロだった。このワープロの成功でジャストシステムは日本電機の信頼を勝ち得ることになる。そしてパソコン9801用に開発した太郎をきっかけにトップメーカーへと駆け上っていった。月平均1500本くらい売れたんですね。当時はもう1本いくら？5万8000円です。そうですね、3億円少しですか。それが大きいですよね。ジュースリーの会社でソフトウェアで3億円一気に半年の間に売り上げていくわけですから、その前の年商がおそらくここにはあると思いますけども、そうですね、まあこれ年度のあるでしょうから7000万円ぐらいがあっという間に2億円とか3億円になっていくわけですから。徳島市郊外にあるジャストシステム本社、昭和62年総工費7億円をかけて建設された。これが創業以来5度目の引っ越しであった。現在社員数は900人、平均年齢は29歳、その多くは徳島の出身である。17年前、たった2人から始まったこの会社も今や地元の優良企業、若者たちの人気の職場である。彼らを束ねソフト開発の先頭に立つ常務の福良さん、12年前故郷の両親に入社を激しく反対された。福良さんはこのみかん農家の集落で初めての歯医者になるはずだった。みかんが悪なるしね、人切りはみかん良かったんですね。悪なるし、あの面積が少ないしね、この辺こんな山ですから。ほんでまあどこぞ進学してでけたら大学行ってくれよっちで、まあ親の夢だったんです。でもそれは実現、これはしたんです。仕掛けたんですよね。したんです。やったの、もう天下取ってるのでね。ところが2年したら一挙なんです学校へ。まだ海のもんとも山のもんともわからないね、コンピューターの世界で。それもまだ10人やそこらの会社にね、就職するって言ったってね、それはやっぱし親の方もなかなか。まあこの山だったらね、歯医者さんになるや言うたらね、近所の人もみんなほらいいなって言うてくれるんですけどね、あのコンピューターの会社一挙にやったらふーんって思い。彼女と二人で、あの寝れん晩もありました、二人でね。何しょんだろうな、今までお父ちゃん、うちの家内言うんだそったら、今まで何しに苦労したんだろうな、しんだい、せっかくここまでやっとんの、もう峠まで行くとんのに、あと一踏ん張りすりゃいけるのにな、峠乗り越えられるのに、ホームでね、あの何遍も悔やみましたね。社長がもう自ら行って親父さんとかを説得してみるっていうことで、あの乗り込んでくれたんです、田舎の方に。私はこういう夢を持ってこんな会社をやっていきたいと、これからコンピューターの時代ですよと、
それでもう彼はこの時代のために、あるいはこういう社会のために、日本のために生まれてきたような人間だと思うと。ですから偉そうなことを言うようですけども、私はもう日本一の会社にしてみせるので彼をください。クソ面白いね、とても出ないし今何とおっしゃいました？クソ面白いない、もう、まあ、息子がねしたいことをしたいんだったら、こんだけしたいんだったらさせてあげたらっていうことでお父さんになだめを入れたんですけどね。私が皆さんから左うちわやのは言われて喜んでたんやけどね、どうも途中でお母さんにこうトンビに油でさらえたようになってねどこの何さんやらどんな仕事してんやらほんとに分からんのに偉いと思うんで。俳句でオフコンを打ったお母さん、そのご主人橋本会長、二人の長女ハット専務と夫浮川社長、さまざまな出会いとともに会社は時代の波に乗ることができる。会社からプログラマーに転じた福良さんは現在33歳の常務取締役。日本でパソコンが登場してからいくつもの会社がさまざまなワープロを開発し、激烈な競争の中市場は200億円にまで成長した。最初のワープロから13年、浮川夫妻と福良さんは紛れもなく時代を変える一翼を担った。歯医者さんになるはずだったのに、こちらの常務になられた福良さんのお父さん、トンビに油で全くよくわかりますね。やっぱし親はなかなか子供のそういうこうあれにはついていけませんね。だけどやっぱし世の中は福良さんの思うように進んできたわけでしょ。彼らが釣ったそのワープロソフトが優れていたがゆえに、もう一つそのパソコンは、さらにそのパソコンが売れていくと、相乗効果で、ソフトが、つまりそのワープロとか表計算があれば、良ければそのソフトも売れて、でまたハードも売れ る, 売れると、でハードも売れるとまたソフトが売れ る, 売れると、でそこに安住してると今度は新しいハードがバッと登場すると、ね、でそうするとそれに対応していいソフトが出ると、これがまたそのために売れると。ソフトとハードの関係っていうのは、非常にこうなんていうんですか、微妙で、ちょっと油断すると転び落ちると、しかしそれに乗っちゃうとすごいことになるという、そういうそのハードとソフトウェアのこう微妙な関係っていうのを、この番組では大変こう如実に見たような気がしますね。